てスポーティーな格好なんですけど、今回はですね、とあるスポーツに挑戦していきたいと思います。イエーイ。はい、ということでこの日のためにね、イメージトレーニングをしてきたので、早速やっていきたいと思います。それではレッツゴー。はい、ということで準備万端なので、早速挑戦していきたいと思います。今回私が挑戦するのはゲームアプリのスタースマッシュです。すごいね、気になってたのでやるのが楽しみです。はい、このゲームはですね、モンスなどを手掛けるエックスフラッグから配信されたディズニーの新作スマホ向けゲームなんです。最大4人同時マルチプレイが楽しめる共闘スマッシュアクションゲームで、本作のオリジナルキャラクターに加えて数十作品のディズニーキャラクターが登場します。プレイヤーは近未来を舞台に AR 技術とスカッシュが融合したスターボールという新しいスポーツを楽しめちゃうんです。なので楽しめる要素が満載なんです。このゲームの世界観に合わせてスポーティーな格好にしてみました。はい、では早速やっていきます。すごい、見てわかるとは思うんですけど、めちゃくちゃ絵が綺麗です。ごい、めっちゃ私の好みで超おしゃれ。ということでね、今からガチャをやりたいんですけど、上を見てもらったら分かるんですけど、クリスタルを貯めたのでガチャを引いていきたいと思います。このね、ガチャを引くとカードがもらえるんですけど、このカードがね、プレイに結構大きな影響を与えるので、いいカードを作ってもらいたいと思います。セバスチャン、さっきのあの画面に出てた男の子、なんかかっけえ。ペガサス、すごい、いや強そう。これラストじゃない？コブスワース、あ、終わっちゃった。でもいいんじゃない？ちょっとこれせっかくだから後で。次は早速ね、ゲームプレイしたいと思います。今回は音が知らせる居場所っていうやつでやりたいと思います。ということで、何度かちょっと挑戦してはいるんですけど、まだクリアしてないので、ちょっと今からやっていきたいと思います。ちょっとね、さっきレベルアップしたやつをせっかくなので使いたいと思います。ということで、カードの編成ができたので、こんな感じなんですけど、私は白雪姫が好きなので、ちょっと白雪姫を入れてという感じにしました。ではスタートしたいと思います。レッツゴースタート。はい、いいゲームになりそうだね。さあ始めようか。俺の番だな。戦っていきます。いくよ、いけ。どうだ。おお、すごいすごい。ほら、もう一回戻してくれ。あ、戻せない。ほら、あ、どうした。ナイスプレー。勝った。いくよ。やった。次のステージですね。え、結構順調じゃない？あ、やばい。これね、弾をね、下にやっちゃう。どうだ。
ダメージが入っちゃうから。ナイスプレイ。ちょっと気をつけて。僕の番だね。はい。よし。じゃあちょっとこれボス。ボス出ました。していきます。やばい。外した。これちょっと外してから戻します。行くよ。それ。どうなるか。いいね、いいめっちゃダメージ食らってる。決める。待って、いけるね、これ一回で。えい、いけ。強っ。上がって。テンポアップだ。一部しかない。行くぞ。よし。ちょっと、一回では一回ではできなかったけど、もうね、残りわずかなの。ありがとう。行きは。やるぜ。とどめ刺します。いけ！そうよ。あとちょっと。いい流れだ。いけ！さあ、やった勝った。イエーイ。勝ちました。オッケー。まだだった。え？まだなんだけど。行くよ。行け。どうだ。Please.